だからまあそんなんより怖いのはそのね、大阪に、まあ、里帰りした時に、里帰りいうかね、まあ、一旦批判することもあるでしょう。平井個人とね、あの住所もこっちに帰るとかよくも知らんし。で、大阪帰っても水戸会とかを直すのに控えたとしたら、怖いでしょ、うち。怒られる。あの、うん、俺お前のせいで、最近一人も患者来へんぞ。患者が見せたか見せたか違うよ。患者がおらんっていう世界は結構なことやから。うちだけ来ておらん。あのさ、俺腕悪いんかな。やられてねえな。怖いやろ。それとか、鈴江さんしないな。あ、調子なな。怖いやろ。どっちが怖いの。どこにいたらいいんか分からんやろ。神保のそばにいたらいいから。もう神保は人仕組み卒業とか言ってたから。関係ないけど、清江組って何。あっ、今んとこ、今んとこ清江さんのことは。ガン。